皆さんこんにちは。私たちは日本体育大学水泳部男子水球ブロックです。現在私たちは活動を自粛しております。このような形ではありますが、さまざまな大きな大会が中止となり、落ち込んでいるであろう皆さんへ、先輩である私たちからメッセージです。君たちが全国大会に向けて頑張ってきていたことは僕らも身をもって知っている。そのために多くのものを犠牲にしてきたことも知っている。きつくて苦しくても必死についていた練習、指導者、保護者、応援してくれる周りの人の思い、その全てを大会が中止になったからって無駄だったと思うのはやめてほしい。君たちはこれから先がある。今までの取り組みはいつか報われる日が来る。応援してくれた人もこれから先君を応援する。それなのにくよくよしていていいのだろうか。今自分が何をすべきか、その答えは君の中にある。私たちもインカレの開催がどうなるか不安の中にいます。しかし君たちの先輩として、大学水球のチャンピオンチームとして、僕らは落ち込んではいられない。トップアスリートとして、水球選手の手本として、皆さんを引っ張っていきたい。俺たちが負けてどうする。俺らは水の戦士だ。進んでいこう。ここで終わりなんかじゃない。君たちならできる。そう信じて。